皆さんこんにちは。新沼謙治さんといえば、名曲「嫁に来ないか」を世に送り出した実力派シンガーです。プライベートでは1986年にバドミントン全英オープンで4連覇した幸宏恵さんと結婚し、2人の子宝にも恵まれています。歌手とトップアスリートとの結婚は当時大きな話題となり、2人の馴れ初めにも注目が集まりました。今回は新沼謙治さんの経歴に加えて、お二人の結婚生活やお子さんたちについてご紹介していきます。ぜひ最後までご視聴ください。新沼謙治さんは1956年2月27日生まれで、岩手県大船渡市出身です。1975年のスター誕生、決戦大会で五木ひろしさんの持ち歌を披露して見事に合格を果たしました。合格もさることながら、当時の芸能プロダクションから史上最多となる17社からオファーを受けており、その歌唱力や端正な顔立ちはどの事務所も喉から手が出るほど欲しい逸材だったようです。その翌年にリリースした「嫁に来ないか」は空前の大ヒットを記録し、あらゆる新人賞を総なめにし、紅白歌合戦にも初出場を果たしました。新沼謙治さんの魅力は何といってもその歌唱力です。温かみと哀愁ある歌声には誰もが心を引きつけられ、名作詞家の阿久悠さんからは、これほど気持ちよく悲しく歌える歌手はいないと絶賛を受けていました。新沼謙治さんはあっという間にスター街道を駆け上がってきた印象を受けますが、実際はかなりの苦労人でした。というのも、中学校卒業後は集団就職で故郷を離れて左官業の仕事に就いていたこともありました。さらにスター誕生、決戦大会にたどり着くまでには予選会を4回落選しており、5回目にしてようやく歌手の夢を果たしたのですから、歌手への執念が感じられます。1976年のデビューからすでに44年が経過しており、ベテラン歌手ですが、その人柄は選ぶることがなく謙虚なもので、業界からも好感度が高いそうです。そんな素朴で親しみやすい人柄もあって、楽曲のテーマが深く悲しいものであっても強く悲壮な雰囲気を持つことなく伝えられる理由でもあります。ここからは新沼謙治さんのプライベートについてご紹介します。新沼謙治さんは趣味であるバドミントンを通じて今は亡き奥様の幸宏恵さんと出会い、1986年にご結婚されています。その後、一男一女にも恵まれており、長男は新沼翔太さん、長女は新沼彩奈さんと言います。お二人の誕生年は具体的に公表されていませんが、2012年に新沼謙治さんが徹子の部屋に出演された際に、お子さんたちが26歳と24歳であることを明かしています。加えて2011月に行われた新沼謙治さんのチャリティーコンサートのパンフレットで、新沼翔太さんが22歳であることが記載されています。これらの情報から1988年が誕生年で、現在34歳であることが分かっています。そんな新沼翔太さんは、父親と同じく歌手を目指していた時期もあったようで、前述した通りチャリティーコンサートに出演しています。新沼謙治さんは2011年に東京都大田区民ホールアプリコで、俺を育ててくれた故郷へというタイトルで東日本大震災のチャリティーコンサートを開催しています。そこに息子の新沼翔太さんが出演しており、父親の名曲である嫁に来ないかを披露しています。歌手を目指していたこともあり、父親に似て素晴らしい歌唱力なのでしょうね。しかし結局は歌手の夢は諦め、現在は介護の仕事について父親と二人暮らしをしているそうです。娘の新沼彩香さんは2007年にメーテレで放送されていたアニメの出演者に名前が記載されていました。それ以降の活動は不明ですが、2017年に出産していることが分かっており、新沼謙治さんはおじいちゃんになられています。新沼彩香さんはおそらく結婚され、家族と共に幸せな生活を送られているのでしょう。新沼謙治さんの奥様である幸宏恵さんは前述した通り、元バドミントン世界女王です。1948年11月15日生まれで、新沼謙治さんより8歳年上です。お二人がご結婚されたのは1986年で、二人のお子さんにも恵まれ幸せな家庭を築いていました。しかし2011年に幸宏恵さんは62歳という若さで息を引き取っています。死因は一体何だったのでしょうか。2011年9月11日付のスポニチでは、7年前に乳がんを宣告され、手術を受けていた事実が明らかになっています。当時55歳で乳がんの手術を受けていたのです。また2011年9月18日付のスポニチでは、9月7日に肺がんのために幸宏恵さんが亡くなったことが報じられています。スポニチは前年の2010年に幸宏恵さんの首元に腫瘍が2つ見つかっており、このうちの1つが悪性で肝臓などに転移してしまったことが報じられていました。がんが転移したことで最終的には肺がんで亡くなってしまった幸宏恵さん。当時新沼謙治さんは仕事で幸宏恵さんの最後を看取ることができませんでした。
この時の心境について次のようにインタビューに答えています。最後、側にいてやれなかったのは辛かった。夜公演では顔がくしゃくしゃになっちゃって、僕あまり泣かないんですけど、と仕事中にもかかわらず泣いてしまったことも明かしています。それだけ幸宏恵さんの存在は新沼謙治さんの中で大きかったのでしょう。そんなお二人の出会いはバドミントンでした。新沼謙治さんは大のバドミントン好きで知られています。新沼謙治さんの地元である岩手県大船渡市で幸宏恵さんが指導するイベントで出会ったのがきっかけでした。元バドミントン世界女王である幸宏恵さんは新沼謙治さんにとっては憧れの女性だったに違いありません。結婚当時は新沼謙治さんは30歳、幸宏恵さんは38歳でしたが、一男一女にも恵まれ幸せな結婚生活を送っていました。そんな矢先、あまりにも早い別れに新沼謙治さんはどれほど心を痛めたことでしょう。通夜では次のようにコメントしています。思い出はやはりバドミントン、幸先生と呼んでいましたから。年も上で教わったことも多い、わがままでやんちゃな僕を放っておけなかったんです、と振り返っています。コーチと生徒という関係からスタートしたこともあり、新沼謙治さんは幸宏恵さんのことを結婚後もさん付けで呼んでいたことも報道陣に明かしていました。これまでの結婚生活を振り返り、突然いなくなった伴侶に思いを馳せている姿がとても印象的でした。奥様の幸宏恵さんを亡くしてからも新沼謙治さんは現在でも歌手として精力的に活動されています。そんな新沼謙治さんには松井直美さんとの再婚説が浮上しており話題になっています。松井直美さんは1968年1月14日生まれで、2023年で55歳を迎えました。モノマネタレントとして有名で、現在でもモノマネ番組では数々のレパートリーを披露しており人気を集めています。そんな松井直美さんと新沼謙治さんになぜ再婚説が飛び出してしまったのでしょうか。新沼謙治さんと松井直美さんは師弟関係だと言われています。ご本人たちも以前からそう公言しているので確かでしょう。新沼謙治さんと松井直美さんは2019年に放送された『徹子の部屋』で同じバドミントンクラブに所属していることも明かしています。加えて松井直美さんの2019年のブログには、今日は新沼コーチの下でバドミントンですと綴られており、2人が師弟関係であることを公表しています。新沼謙治さんと松井直美さんは過去にプライベートでそれぞれパートナーとの死別を経験していることから、似た境遇の2人に再婚説が持ち上がってしまった可能性が高いです。実際にはお二人が交際しているという事実はありませんが、良きバドミントン仲間で関係性も良好だと考えると、交際関係に発展してもおかしくはありませんね。お互いに独り身なので、今後のお二人の動向から目が離せませんね。いかがでしたでしょうか。新沼謙治さんは名曲嫁に来ないかを世に送り出し、トップシンガーとして活躍されました。現在でも精力的に歌手活動を行っており、その素晴らしい歌唱力は健在です。そんな新沼謙治さんはプライベートでは元バドミントン世界女王の幸宏恵さんと結婚されています。お二人の出会いはバドミントンであり、コーチと生徒という関係性から交際へと発展していました。年齢差は幸宏恵さんが8歳年上で、トップシンガーとトップアスリートのカップルは当時大きな話題となりました。幸せな結婚生活を過ごしていましたが、幸宏恵さんは病気によって62歳という若さで他界しています。最愛のパートナーを亡くした衝撃は想像を絶するものだったことでしょう。通夜でのインタビューでは痛切な思いを吐露していました。そんな新沼謙治さんは最近、モノマネタレントの松井直美さんとの再婚説が浮上していますが、実際にはバドミントンの師弟関係であることを本人たちが公言しています。交際に発展する可能性が全くないわけではないので、バドミントンを通じてより深い関係になるかもしれませんね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。